はい、それでは2ラウンド見事な KO 勝利となりました翼選手のインタビューです。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、試合終わって率直な感想からお願いします。そうですね、まあ、ずっとライズルールでやりたかったんで、まあ、それが今日かなって、すごい楽しかったなってあります。はい、ルール的にそれはこっちの方が好きという感じなんですか。はい、そうですね、前まではムエタイだったんですけど、やっぱ僕首相撲とかあんま好きじゃなかったんで、もうバキバキに殴り合ったり蹴ったりとか、そういうルールが好きだったんで、ちょっとずっとライズには出たかったんです。はい、戦ってみてどうでしたか今日。そうですね、あんまり緊張しなかったですね。もう楽しもうっていうことだけ意識してやってたら、結構自分のペースで進めたなって思います。対戦した厚夢選手戦ってみていかがでしたか。そうですね、パンチも結構強くて、これ一発もらったらやばいなってのは結構感じたし、あとは結構打ち合ってくるんで、まあ、結構そこが怖かったなっていうのがありますね。はい、今回そのパンチでダウン取りましたけど、はい、自分の中で狙い通りというか、狙い、まあそうですね、まあ、ロープ際に詰めたらもうパンチで攻めていくっていうふうにはもうずっと決めてたんで、まあ、そこは狙い通りかなと思います。はい、そうですね、はい、それで、まあ、お兄さんが、ね、はい、ライズ出てますけど。そうですね、まだ連絡は取ってないですよね。取ってないですね、はい、試合前も全然取ってないです。はい、ちなみに今日って見に来られてるんですかね。いや、家で見てます。なるほど。あ、じゃあ別に、じゃあ、はい、試合出ますっていう連絡はしました。まあ、して、はい、あ、頑張れよってくらいで、あとは全くアドバイスもらったりもなかったです。はい、同じ階級ですもんね。はい、そうですね、やっぱり向こうも意識してると思うんで。はい、今後って、そしたら翼選手としてはどういう、はい、展望というか、タイトルを目指していくとは思いますか。まあ、そうですね、はい、やっぱライズ層結構熱いんで、強い選手ともうどんどんやっていきたいなっていうのと、あとは結構大きい舞台でもライズやってるんで、そこに出たいなっていうのがありますね。じゃあ、あと最後に今日応援してくれたファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、今日応援来てくれた皆さんありがとうございました。無事今日 KO で勝つことができましたので、また応援来てもらえたらなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では以上で、翼選手のインタビュー終了となります。ありがとうございました。ありがとうございます。